どうもこんにちは、サイクルショップ中小屋のケイタです。今回なんですけど、自転車紹介の動画になります。今回紹介する自転車はこちら、メーカーが ESR っていうところの、ベンティという折りたたみ式の E バイクになります。 E バイクとは主にスポーツサイクル用に開発されたドライブユニットを搭載されています。シティタイプの電動アシスト自転車はゆったりと街乗りで実用使いをされることを想定された作りになっているのに対して、 E バイクはスポーツバイクと同じような作り、乗り心地でありながら漕ぎ出しの初速も強く、長い距離も苦痛なく乗っていただけると思います。また自転車経験者さんとのサイクリングやグループでのライド、ご夫婦やカップルでのライドでも、走る速度や体力が気になるという方でもサイクリングを難なく楽しんでいただけると思います。あと、この ESR というブランドについてなんですが、 ESR は通常の電動ではない折りたたみ自転車の方もやっていて、パーサーという折りたたみ自転車があって、そちらも人気があります。以前にもマグネシアという折りたたみ自転車があったので、パーサーやマグネシアを通じて ESR をご存知の方も多いと思います。こちらの自転車の最大の特徴は、電動アシストユニットのパワーの最大出力が65ニュートンメーターの力があり、すごくパワフルな E バイクということになります。同等ランクの他社の E バイクと比べ約 1.3 倍のパワーがあります。乗り比べてみて、平坦の道では正直そんなに差を感じられないかもしれないのですが、坂道ではトルクの差を感じられると設計士さんが自信とこだわりを持って開発されております。E バイクの中でも力強い E バイクと言える商品になります。また、こちらの自転車、上りだけではなく、下りにもこだわられており、ブレーキはシマノのディスクブレーキを採用しています。制動力にもこだわっていて、いろいろなブレーキを研究された結果、こちらのシマノのディスクブレーキが何より安心、安全という結論に至り採用されたとのことです。そして、下りでも安心してできるハンドリング操作ができる設計となっており、コントロール、乗りやすさの面でも、アップダウンどちらでも見据えてこだわって作っておられます。設計者の方は、フレーム、キャリア、ゼロから図面を起こして、とことん研究されていて、納得のできる設計をしたとお話しされておりました。あと、少し余談ではあるのですが、こちらの自転車を設計された方のお話になるのですが、メーカーのホームページを見ていただいたら載っているんですけど、木村さんという男性の方が設計した自転車になります。こちらの方は前職でも自転車の設計、図面を作っておられたのですが、自転車の最大レースであるツールドフランスに出場する選手の自転車フレームを手掛けられた経験を持っており、この木村さんが設計された自転車がツールドフランスにも出たことがあります。まあ、そんなすごい方、こだわりのある方が、この ESR のベンティをお作りになっておられます。では、お話を戻させていただくのですが、バッテリーについてなのですが、パワーモードは5モードが選択でき、9.6Aのバッテリーです。今、これで電源入れた状態なんで、ここの手元操作、マイナスボタン、プラスボタンがあるので、これで数字を下げたり、上げたり、アシスト力を変えれます。充電時間は約6時間となります。最大走行可能距離は最大124キロの走行が可能となっております。アシストレベル5の強さでも91キロの走行が可能だということです。この検証も設計者さんら自らが走って確認されています。1回のフル充電で最大124キロの走行を可能とする 345Wh の大容量となっております。モーター音も大変静かであるとお伺いしております。仕様についてですが、シフトは8段変速となっております。タイヤ、ホイールのサイズは20インチ。20インチの中でも406というサイズなのですが、20インチの中では406と451という2種類のサイズがあって、406というのはホイール系のサイズが406ミリになっています。406は20インチの自転車の中では標準的なサイズのものになります。タイヤ幅は 2.125 で太めのタイヤ幅となり、安定した走り心地だと思います。
重量の方は 23.9 キロです。こちらは重めに思うのですが、これから紹介するのですが、標準装備のアイテムが多いからだと思います。こちらの自転車、標準装備で、フロント LED ライト、アルミ製リアキャリア、ペダル、V 字センタースタンド、リアキックスタンド、全後輪、フェンダー、トレオケですね。あと、リングロック、馬蹄状と呼ばれるこちらは鍵となります。と、盛りだくさんのアイテムが標準で付いています。通常、ライト、鍵類はオプションであることが多いので、標準でここまで付いているのはすごくお得なオールインワンの自転車だと思います。こちらがフロントライトになります。スタンドについても2種類のスタンドが付いているのですが、通常、普段使いは便利なキックスタンド。荷物の多い時やバッテリーの取り外しには安定したセンタースタンドが便利になっています。スタンドはこの2種類が元から付いています。こちらにセンタースタンド、こちらにサイドスタンド。で、安定側にセンタースタンドを上げると、こちら側に乗るようになるので、すごく便利です。次にキックスタンド。キックスタンドはこう、押すだけですね。少しでも斜めになるんですが、しっかりさ、いいスタンドがついています。鍵についても、リングバテージョがついており、簡単、便利となっております。あと、カゴについてなのですが、カゴは標準ではついておらず、必要な場合はオプションとなります。こちらの自転車、リアキャリアは標準でついているのですが、フロントにもオプションでキャリアをつけれます。荷物の最大積載荷重は、公道では30キロなのですが、特別な私有地なのでは90キロ乗せることも可能となります。サドルについてもセラロイヤルという座り心地のいいサドルがついているので座り心地もいいと思います。カラーはブラック、アーミーグリーン、アイボリーの展開です。この自転車の価格ですが、メーカー小売希望価格が税込みで26万9500円となります。価格は動画公開の現在の価格となっておりますので、価格改定のあった場合は最新の情報をご覧いただきますようお願いいたします。この自転車を選ばれるお客様の多くは、趣味でサイクリングに使われたい方、その中でも坂道を楽に走りたい方、経験者さんや体力のある方とのサイクリングに使われたい方、通勤通学で自転車に乗りたいという方によく選ばれています。幅広い年代の方に e バイクの楽しさを感じていただいています。また、最近聞いたお話では、Uber Eats の配達でお使いになられる方にも選ばれています。あと、お遍路周りなどにお使いいただいているという話も伺いしています。輪行もできて、荷物も詰めて、パワーもあるということで喜ばれています。最後に、中小屋でご購入のお客様には、安心安全のため、自転車の点検と YR の調整は永年無料でさせていただきますので、安心して楽しい自転車ライフをお送りいただけるようサポートしています。今回はこの ESR20 の方の紹介をさせていただきました。どうもご視聴ありがとうございました。